はい、ここはねよく空波が、ツーリングの時にね寄ってチョコレートまんじゅうを買っていた和菓子屋さんだったんですけどね。はい、まあおしゃれなすっかりね、うん、ケーキ屋さんに、なってますね、うん、ちょっと寂しいけどね、うん、またここで今ケーキを買ってね新しい味を楽しみたいと思います。はい、自分のこう馴染みの店がなくなるっていうのはちょっと寂しい気持ちですね、うんうん、まあでも今度はこの新しいね、ケーキ屋さんに、またちょくちょく寄れるようなね、まあお気に入りになったらいいなと思ってます。今日はね、V7 ストーンで、来ておりますけれどもね。はい、まあ以前からねちょこちょこやっております、まあライダー考察シリーズ、観察シリーズですかね。はい、それで、今日はですねライダーはなぜ、こうなんていうのかね、ド派手な、ライダーズジャケットを着て走るんでしょうかと、うん、いうことをやっていきたいと思います。ちなみに空波はですね、今真っ黒なスタイルです。はい、バイクも真っ黒だからね、空波はそんな派手なものを着てないんですけれども、よくですね、巷ではですねド派手なこうライダーズジャケットを着てね走ってる方よく見かけますね。はい、今日はね、そんなところを話していきたいなというふうに思います。ということでね、こちらにね引っ越してきてからね、バイクにリターンしてこの5箇所をね走っているとね、まあ必ずと言っていいほど立ち寄っていたですねお菓子屋さんがまあなくなってしまいました。チョコレートまんじゅう、そうですね、古くはチョコレートキントンだっけ。はい、まあ懐かしいな。それとかフルーツ大福ね、各種フルーツ大福、まあ本当に美味しかったな。はい、まあでもね、和菓子屋さんからすっかりおしゃれなね洋菓子屋さんに衣替えをされましたけれどもね、まあ今度はねできればこのケーキ屋さんにねこの5箇所に来ると、よく寄るというような馴染みのお店になれたらいいななんていうふうには思ってるんですけどもね。はい、今日はですね、はい、まあ以前からちょこちょこやっておりますライダー考察観察シリーズ、はい、これのね、まあ一つとしてですね、ライダーさんって、なんで、あんなある意味ね浮世離れした格好をして、走るんだろうかと、いうことをですね今日はちょっと考えてみたいなと思うんですよ、うん、そうですね、ライダーのファッションって、こうなんていうのかな、かなりこう派手中ではねやっぱりこう結構極彩色のなんていうのかなジャケットというか上着を、着てる方はよく見かけるんですよね、蛍光色とかね。はい、で中にはねこうヤマハとね、そうですね、ヤマハといえば青、はい、ホンダといえば赤で鈴木といえば黄色みたいな感じでねジャケットでこう信号できちゃうみたいなでまあ川崎グリーンだしね、はい、まあなんというかな、こう本当に、派手なジャケットを着る方いらっしゃいますし、それとかねあとそうですね例えばですがこうクルーザーとかね、まあ、特に、ハーレー、まあはい、ハーレーに乗ってるライダーさんなんていうのはなぜかね、なぜかこれ僕の完全な偏見かもしれないですよ。で僕はそういう格好して乗ってなかったからね、なぜか絶対こう、夏場はこうなんていうの、ジーンズのベストみたいなで足もなんかちょっとこうヒラヒラしてるようなジーンズ履いてて、冬場になると必ず上下革でさなんかこうドクロみたいな刺繍とかしてある、革ジャンを着られてね、で大体こうなんていうのかな、ハンキャップで、サングラスみたいなで、63% ぐらいの人がひげ生やしてるみたいな完全にお前のそれ偏見だろうと、いうふうにですね言われそうですけれどもね、そんなまあイメージがありますよね。でなぜでしょう、なぜですか皆さん、なぜ皆さんそんなに、こう派手な、ね、ジャケット、もしくはちょっと浮世離れしたでっていうか、まあいいんだよ、そのハーレーに乗ってる人が、ハーレーに乗ってない時でもね、普段から俺は街を歩く時もこの格好だぜベイベーみたいな
そんな人だったら別にいいんだけど、あの往々にして、あの僕の知ってる、ね、ハーレー乗りの人とか、僕の知ってる、その、まあ、バイクに乗るときはね、かなり派手な、こうド派手なね、ジャケットを着るんですけれども、普段ね、街で例えば会ったりとか、仕事で会ったりとかってすると、あの普通のサラリーマンだったり、あの本当に、ね、地味な服、スウェットとか上下あの着てるようなあの人なのに、なぜバイクに乗ると、そういう格好になるのか、これちょっと一つ謎ですよね。はい、僕もそう思います。はい、でこれやっぱりなんでかなということをやっぱりちょっと一つ考えてみたんですが、まあ、あの実用面、まあ、一つ実用面ということから考えてみるとですね、やはり、オートバイっていうのはこのなんていうの、ある意味こうむき出しで走ってますよね。 ですので、まあ、空波もこれよく言いますけれども、車に比べて、交通事故を起こした時の、なんていうのかな、まあ、体に受けるダメージっていうのは、自動車よりもやっぱり相当大きいと思うんですよね。まあ、すっ飛びますしね、投げ出されますしね、まあ、直接車とかでぶつかったらダイレクトにぶつかるわけですからね、まあ、多いありませんから、まあ、だからこそ、こうなんていうのかな、紛れたくないんですよね。僕みたいに、僕今今日こう黒いバイクに黒い、ジャケット上下、革系のこう、イージスとね、まあ、まあ、革っていうのはホーム側じゃないよ、僕、なんていうの、まあ、こうフェイクレザーみたいな、安物ですけどね、そういう格好で走ると、結局こう目立たないじゃないですか。目立たないイコール、見落とされやすい、まあ、特に夜間なんかそうだよね。はい、見落とされたくない、つまり俺はここにいるぞと、自分をアピールする一つのポイントとして、ド派手な服装をすると、極彩色の、ジャケットを着たり蛍光色のジャケットを着たりとか、いうことが あるのではないかと、いうね、ことが想像できますが、これはねあると思いますね。これはね僕もねあると思うんですよ。空波はそうではないんですけど、あまりこうド派手な色のジャケットって逆にすごく少なくて、だいたいいつもねおとなしめの、まあ、比較的こう、まあ、言葉いいって言えば、まあ、よく言えばシックなんだけど、悪く言えば地味なんだよ。でそういう、ようなジャケットを着て格好をしておりますけれども、まあどうだろうね、そういうような意味でこう交通上でね見落とされない、バックミラーでチラ見した時とかね、こうちょっとこう、まあ、集中が切れてる時でも、あここに、バイク乗ってるやつがいるぞと、いうことをアピールできるという点では、僕はその派手なジャケットを着るっていうのは一つの、手だというふうに、思います。まあ、特にバイクが地味、その波みたいな、これ、V7 ストーンみたいな黒一色みたいな、バイクに乗ってる場合は、まあ、僕、今、格好も黒ですから、これ、完全にこう、なんていうの、こう日陰とかに入ったら、これ、隠れ蓑の術だ、ね、暗いとこ入ったら、ね、トンネルの中とかってライトをつけてなかったら、もう分かんないと思うんですよ。こういうようなことにならないためにも、そういう派手なね、服装を着て、まあ、車のドライバーの人にアピールをしとくっていうのは、これはまあ、有効だと思う、有効な手段だと思うんですよね。でも、僕ね、思うには、本質、物事の本質はそこにはない気がしてならないんですよ。そこじゃない気がするんです、僕的には。そこまで考えて、あえて、こう派手なね、まあ、こうジャケットとかをね、選んで買っているんではないんじゃないかと思うんですよ。そこまで計算してね。で、おそらくですよ、おそらく、ほとんどのライダーのさんの人は、無意識に、その今、ご自身が着てるね、ジャケットを、選択してるんじゃないかなと、いうふうに、僕は思うんです。じゃあ、なぜ、普段ねそんな格好を派手なものを着たりとか、派手な色のものをショッキングピンクとかね
たまに見かけるよね。あのそういうようなもの着ないのに、こうバイクに乗るとね、急にこうそういう服装になったりとか、それとかね、普段はもう本当にね、スウェットに、なんていうの、クロックスみたいなので歩いてるようなね、買い物をしに歩いてるような、おじさんがですね、いざハーレーに乗るとですね、もう颯爽とね、したこうアメリカのギャングみたいな、マッドマックスみたいな、そんな格好して走るのかと。いうところなんですけれども、これね、おそらくですよ、おそらくですけれども、バイク乗りって、僕ね、前にもこれ他のバイク病のところで話しましたが、こうスケジュールに縛られたりしたりして、こう休みの日にバイクに乗るっていうのがすごく嫌なんですよね。まあ、僕がそうだからなんですけど、ただ、やっぱりこうツーリングとか行くっていうことになっても、まあ、ただツーリングにね、何人かでこうまとまって集団行動で行くと、当然ですけど、まあ、そういうわけにいかないよね。まあ、全部、まあ、みんながみんなこう自由気ままに奔放にこう振る舞ったらさ、まっすぐなんかできないんだから、そういったような時には必ずね、計画をきちっと立てて、なるべくそれに近いように、まあ、なおかつみんなの自由を奪わないように、こう計画を立てる、そういわゆるその主催者の人の力量っていうのはすごくね、図られると思うんですが、本当にね、なぜそういうふうにね、こうみんな時間に縛られたくないのか、まあ、型にとらわれたくないのか、っていうと、やはり、ほとんどがその反面、休みの日じゃない日の仕事をしている人は、ほとんどその仕事で、時間に追われていたり、物事の型にはめられているからなんですよ。まあ、これ僕もそうです。はい、サラリーマンなんてそうですよね。サラリーマンがさ、こう好き勝手なそんなド派手なジャンパーとか着てさ、接客とかね、仕事できないでしょ、営業とか。できないでしょ。で、まあ、時間もね、そうですよね、何時には昼に行って、何時から打ち合わせがあって、さて何時までにはこの仕事を片付けて、まあ、そして何時までには、こう帰宅をしなきゃいけないみたいなね、常にこう時間に、自分のスケジュールがね、がんじがらめにされてるわけですよね。で、常にその服装であり、そういったものもこう肩にはめられているわけです。まあ、サラリーマンであればね、スーツを着てないといけないとかね、はい、そういう風になってるわけなんですよ。ですので、無意識にね、休みの時ぐらい、時間に縛られたくねえやと、好き勝手やりたいや、思いつきで行動したいやと。仕事でできないからね。ねえ、休みの時ぐらい、普段こう着ねえようなね、誰も着ねえような、みんながこうあっと驚くようなこんな服をちょっと着てみてえやと、いう、そのなんていうのかな、無意識のなせる技で、いざですね、ライダーズジャケットをお店で買うとき、まあ、もしくはネットでポチるとき、そういう派手なね、ものを選択しているように僕は思う。いや、逆にそれだと気持ちもわかるし説明がつく。で、僕ね、そうだと思うね。まあ、だから結局、まあ、僕の知ってる人なんかだとそうですけれども、やっぱりね、休みの日には、ハーレーに乗ってね、サングラスして、ハンキャップしてね、こう、ちょっと、なんていうの、こう、ちょ見た目怖いね、こう、骸骨とか書いてあるような、こう、まあ、ジャケットっていうか、革ジャンを着てね、で、革パンを履いてね、で、こう、ふんぞり返ってね、オラ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 みたいな感じでね、走っていくんですよ。でも、実際、仕事場で、その人に、例えば会うとね、本当にですね、言っちゃ悪いですけどね、本当にミスターおくれさんがさ、スーツ着てるよ。そんな感じの人だったりするんですよね。なんで僕はやっぱり、バイクというものは、休みの日に乗るバイクというものは、本当一言で言って、非日常なんですよね。はい、非日常であるからこそ、服装も行動も、非日常でいたいと、いうこの気持ち、まあ、これすごく、僕は
分かります。はい、ですので、どうかですね、まあ皆さん、特にドライバーの皆さんですね、車に乗ってる方もしくは、徒歩で歩いてる方、自転車に乗ってる方、まあ、つまりバイクに乗ってない方、たまにですね、バイクに乗ってですね、そういう形でね、まあ北斗の拳に出てくるようなね、ヒャッハーとかって言ってこう斧みたいな持って、走ってるようなが、まあ仮に格好してる人を見てもですね、ね、まあ、もしくは、この人は一体、どういう色彩感覚をしているんだというようなですね、あまりにもこう極彩色だったりこう、蛍光色だったりね、派手派手なもういろんな色がこうジャケットに入ってて、お前一体何なんだよと、カメレオンかよみたいな、そんなような状態のジャケットを着てるですね、ライダーさんを見てもですね、どうかね、温かい目でですね、見てあげて、あー普段抑圧されてるんだねとその、一言でですね、スルーしていただけるとですね、本当にこうライダーとしてはですね、ありがたいんじゃないかなというふうに、思います。